2016年、ゼロトレーダーのバイナリーオークションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました。バイナリーオークション、世界バイナリーオークションスペシャリスト社の半間陽先生です。2017年は世界第2位の成績でした。今回は半間陽先生の1時間足のバイナリーオークションのインジケーターの紹介をいたします。ちょっと販売中、リース中のインジケーターとちょっと違いますけれども、ほぼ同じです。で、15分足で MT4 の分析をさせているのがいいんじゃないかなということですね。で、ちょっとね、左の方は通常のね、5分足でこれを1時間足のバイナルオプションで買ってるんですね。1日ちょっとで先日で17,090円ですね。10個以上の取引でやってます。でですね、呪いなこれな。ちょっと遅れ取ってますのでね、これがハイアンドロー社の1時間のバイナルオプションの取引画面です。これデモ講座ですね。これに今のインジケーターからシグナルが来ましたら、上か下かを選んでですね、投資いたします。こちらですね、上か下か投資しますね。1時間ハイアンドロー、あとハイアンドロースプレッドでも構いませんね。でですね、こちらのインジケーターですね、こちらのインジケーターなんですけども、今出てきましたね。ちょっと動作がね遅いんですね。ごめんなさいね。で、これが 100% で5個出てます。これはね、60日間ですね。62ヶ月間ので5個出てくる 100% というのが出てます。これも出てますね、100%。これも5個。で、今分析は5個以上ってやってます。で、80%、ちょっと違うのは 80% 以上ということになってますね、出てますね。シグナル出てからこれ見なくてもいいということで、80% 以上のしかシグナル出ないようにしてます。これだけ違うんですね、若干ね。シグナル見つかってるのまだ3つなんですね。で、右側の方にあるんですけど、これも1時間足用なんですけども、全焼してますね。まだ2回しかシグナル出てませんけど、80% 以上の勝率で、じゃあ1個ですね。1個の投資で一番勝率のいいのを見てます。これはちょっと偶然だと思うのは1個だけなんでね。1個以上のシグナルということでやってまして、全焼ですね。昨日今日。ただ2回しかシグナル効かないんですね。
さあ、おすすめはね、やっぱり1時間がいいんじゃないですかね。分析精度が非常に高くなりまして、1時間足のバイナルオプションは最もいいんじゃないかと思います。意外と勝率通り出てきますね、あの高い勝率でもね。5本足だとね、高いとあまり、勝率が高いとあんまり勝てないんですね。再現性がないんですね。まあ、あの下のリンク先に、リースですね、あと USDJPI は無料で提供してますのでね、それで、投資できますから、無料でも稼ぐことができますので、ぜひ下のリンク先から無料ダウンロードしてください。まあ今 100% の効果ね、これも 100% の効果、まあ 80% の5個以上でね、これなんかもいいんじゃないね。あ、これいいね。90%、10個出てますね、2ヶ月間でね。で、これシグナルが来たらね、投資すればいいんですね。ね、非常に簡単でしょ。最初デモでやってくださいね。まずこのインジケーターの悪い時といい状況っていうのがありますから、そこら辺を勉強してね。それが、いきなり本番は投資しないでください。デモで投資してね、稼げるようになってからね。結構根気って1年ぐらいかかるんですよね。勉強で1年ぐらいかかりますよ。このインジケーターで稼ぐのはね。いろいろ、稼げてもね、運だけになっちゃう。この特性をよく知ってね、勝率が良くても投資率が少ないっていうのは、なかなか難しいですからね。こんなもんですけど、この表示もこんな単純でね、今の分析の勝率でしょ、これもね。こちらは今まで分析した勝率で一番いいのですね。いろんな形になってきますから、これね、そういうことでね、まあちょっとご紹介いたしました。